はい、どうも皆さんこんにちは。さあ今日の動画ですけども、先日のね、10月の27日に発表されました房総方面の特急列車を全車指定席で運転するというところで、どういう、内容なのかを今日はご紹介していけたらと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。で、動画を撮っているのは、12月の11日でして、本当はね昨日から大阪行って福岡行って、今日本当はね福岡方面に18切符で旅をしている最中だったんですけど、ちょっと体調崩しましてね、ちょっと飛行機乗れなくなっ、別に飛行機乗れなくなったわけじゃないんですけど、体調崩しまして全部キャンセルしたんです。なんで撮ろうと思った動画がね、撮れなくて、ここ最近ちょっと今すっげえどうしよっかなといろいろ考えていた時期ではあるんですけども、その話はさておきまして、今週末にですねダイヤ改正の概要が発表されますので、そのタイミングでこの255系がどうなるのかっていうのはものすごく楽しみなところではありますが、その話は後半にするとして、今回のねこちらの内容でございます。 JR 東日本は2024年の春より首都圏と房総特急を結ぶ特急潮騒、若潮、さざ波を全車指定席として運転することになりました。中央線や常磐線などの特急列車と同じシンプルな特急料金に統一します。同時に駅で切符をお受け取りいただくことなく、スマートフォンで指定席特急券が購入できる駅ネットチケットレスサービスを開始しますと。同サービスのスタートを記念して、よりお得にご利用いただける駅ネットチケットレスサービススタート記念キャンペーンを実施します。またサービス開始前にはチケットレス乗車や指定席の利便性を事前に感じていただけるよう、駅ネット特ダネチケットレス特急券 40% 割引キャンペーンを実施するという、このね3つの項目が挙げられています。最近といいますか、 JR 東日本関連の特急列車全車指定席化が結構進んでおりまして、それこそ常磐線特急の日立号、時和号、空港アクセス特急の成田エクスプレス、そして東京から東海道線方面に向かいます踊り子、湘南で、中央線特急のあずさ、海地、富士海遊 と、八王子、青梅号、自由席を連結した特急ってあんまりないんですよね。特急津軽号と稲穂と、あと白雪と、この房総特急の3種類とね。今回のこの3つの特急なんですけども、まず特急潮騒号については、東京からですね、終点銚子間を結ぶ特急で、東京から、総武快速線とかの線路を通っていき、最終的にね銚子を結ぶ、途中さくらとか、あとは成東駅とかを通って銚子間をね結ぶ特急となっています。特急若潮号については、京葉線の地下ホームから出発していきまして、東京から、途中の蘇我駅からね、この外房線周りでずっと行って、上総一宮とか勝浦を通って、途中勝浦止まりも確かあったと思うんですけども、終点が、安房鴨川をね結ぶ特急となっています。で、特急さざ波号については、これも同じく京葉線ホームから出発して、蘇我駅からこの内房線を通って、木更津とか、終点君津までを結ぶ車両になっています。さざ波についてはなんかずっと走ってるとかではなくて、時間帯なんですよね。確かね、さざ波のね時間は東京方面から走るのって大体今夕方なんですよ。で、なんか土曜休日って基本走ってなくて、平日限定みたいなところがあって、で、君津とか木更津方面から行くのが平日の朝とかなんで、通勤用の特急といったらちょっと変なんですけど、そういうところがね多少あるという感じで、あと新宿若潮号と新宿さざ波号ともあるんですけど、こちらも全車指定席の対象となります。で、実施時期が2024年の春というところで、ダイヤ改正の時に合わせてするはずなんですけども、多分3月の16日になるんじゃないかなというところで、もうじき詳しい発表はされるのではないかと思います。で、この特急料金の変更についてですが、この特急料金は現行の自由席特急料金と指定席特急料金のほぼ中間の料金に設定しますと。で、これまで指定席をご利用のお客様にはよりお求めいただきやすい価格となり、自由席をご利用のお客様にも駅ネットチケットレスサービスをご利用いただくことで、お得な特急料金で指定席をご予約ご利用いただけますと書かれています。で、多分表とかはね多分ドーンと貼っていると思うんですけども、この特急潮騒、若潮、さざ波のねこの特急料金がありまして、このね料金区分等って書いてますね、50キロまで、100キロまで、150キロまでと書かれています。東京千葉、東京蘇我、東京東京から成東、東京から君津などね、東京から銚子、東京から、安房鴨川などと書かれています。
変更前の自由席特急料金がねそれぞれ書かれておりまして、50キロまでのね520円から、150キロまでの1360円、通常期の指定席特急料金のねこの50キロまでの1050円から150キロまでの1890円と書かれています。これが変更後に、ね、なりますと、まず事前料金というものがありまして、切符の料金ね、まあ、これまで通りのこのエキネット等々を、ね、使って購入することができるんですけども、このね、まあ、紙のような切符と、あとはね切符とかを発券しないこの、まあ、新幹線、まあ、e チケットみたいなこのチケットレスサービスというのがねありまして、切符の料金でしたら50キロのねこの760円から150キロの1580円まで、でこのエキネットチケットレスサービスおすすめって書かれてますけども、この50キロまでの660円から1480円となっています。でこの下に書かれているこのカッコにつきましては、これは、ね、キャンペーンの価格となっているそうでして、まあねまあ、もう少し値段が下がりますよ。で車内料金で購入すると1020円、1280円、1840円とそれぞれ、ね、値段がかかってしまいますから、まあ、事前に購入することがやはりお得ですよっていう感じです。座席未指定券の発売とご利用方法についてとありまして、乗車日、区間、列車、座席が指定された指定席特急券の他に、普通車、指定席においては乗車日、区間のみを指定し、列車、座席を指定しない座席未指定券も発売されます。この座席未指定券は駅または車内でのみ発売し、エキネットでは発売しません。指定席特急券とこの座席未指定券の発売額は同額ですと書かれています。まあ、ちょっと自由席に近い要素はあるんですけども、まあ、こうやってね座ることはできるんですが、もともとねその座席を指定された方がね、まあ、その席に座られる可能性もありますので、そういった際はね、まあ、席の移動をする必要性がありますよっていうものです。でまあご利用方法とかねいろいろ書かれてますけど、まあ、確実に座りたいよとか、このね、まあ、座席の指定を受けて乗車する場合はこのチケットレスサービスとかね指定席特急券が、まあ、おすすめですよっていう感じです。でご乗車の列車が決まっていないですよとかね、この座席の指定をね、まあ、する前に乗車する場合は、まあ、元々はまあ座席未指定券で購入して、まあ、時間が決まったらね、まあ、変更することも可能ですから、そのような使い方もね一応できますよっていう場合です。このね座席未指定券ですが、満席の場合は、通路またはデッキ等々をご利用してください。で、まあ、現在この期間で走っている車両ですが、まあ、大体E257 系の500番ですね、この黄色い塗装と、まあ、ちょっとまあ青的な感じ、まあ、これは比較的まあ新しい方の車両でして、あとは255系の9両編成がね活躍してますね。この2つの列車が現在この房総方面の特急として活躍しているんですが、まあ、255系がちょっと今後どうなるのかっていうのはね、ここ最近ずっと何かしらと話題となってまして、もデビューしてから30年は経つのかな。昨年ねそれこそあの651系が引退しましたので、まあもうじき来てもおかしくないんじゃないかと。特急成田エクスプレスとかで使っていた E259 系の塗装が変更されたということもありますので、まあ、そのタイミングで車両を変えるんじゃないかと。そのあれね、あの E257 を変えるんじゃなくて、そのね旧型の255系を置き換えるんではないかというね話題もいろいろと出ておりますので、まあ、今後どうなっていくか、多分そのね15日か16日か多分その、まあ、第3金曜日に多分発表されると思いますので、その日を待ちたいなと思います。まあ、9両編成の255系についてはグリーン車がね連結されておりますので、一部の若潮とか潮騒はね確か大体255系が運用につくんですけど、そこがどうなるかですよね。もしかしたら、まあ、潮騒はだから元々グリーン車が全部連結されて走っていたので、まあ、このね255系の部分を E259 系のね特急成田エクスプレス車両に置き換えても全然問題ないし、 E259 系ってあの上のランプありましたっけ、なんか E657 とかね E353 系にはこのね空席か空席じゃないかを示すランプついてますけど、確かなかったと思います。ちょっと忘れちゃったな、ちょっと最近全然乗ってないんでね忘れちゃったんですけど、確かなかったと思うんですけど、だそうなったら255系、まあ、全部廃車させるのか、特急若潮でついててこのグリーン車の運用をどうするのか、まあ、いろいろと気になるところはありますが、まあ、今年の春のダイヤ改正は、まあ、結構ねこの房総特急は何かしら新幹線もねもちろんねあの北陸開業したりとかね新型の E8系デビューしたりとかいろいろありますけども、何かしらとちょっと注目な路線なんじゃないかなと思いますので、まあそんなわけでちょっとね途中途中話が多少脱線してはしまいましたが、このね全車指定席化ということもありますので、今後のねこの車両がどうなっていくのかをねとても楽しみに待ちたいなと思いますので、ではそんなわけで今日はここで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。